きすぎる小3の女の子。行きます。サープ集団伊藤健と怪物ノエリマサーキ、メグロン特攻隊長神保勝也。その時のルールです。1、良い姿勢で見ること。2、絶対に見逃さないこと。3、応援する選手はしっかり応援すること。4、応援している選手が入場した時は拍手しましょう。ですが大体の全部の試合がトップ試合で楽しみにしているので、全員の選手が入場や退場の時に拍手をしていい気分にさせてあげましょう。5、今まで以上に感謝することです。6、外でご飯、時間があるからご飯を食べるときは絶対お腹を満腹にすること。ワイワイ楽しく見ることです。どうぞどうぞよろしくお願いします。そして場所は後楽園ホールです。すっごく楽しみにしています。K-1 が好きな女の子に問題出してみた。シャイニングストライカー寺島ひかる、叩き上げのテクニシャン佐々木大蔵、幕張の怪人上村真也、バッドガイバッドガイ、ゆうすけブブ、太田ブブ、大沢ふみや正解、オバリの無限侍石田勝樹ブブ、2見たかった、正解、ちくしょう勉強するしかねしまった女の子。第10代スーパーフェザー級王座決定トーナメント1回戦、その出場選手を大特集。タタシャープシューター伊藤彩健人、幼少期から夢見て生きてきた野球少年、甲子園を夢見て生きてきた野球少年。格闘技に新たな道を開く。高校までずっと野球をやってて、大学入った時にやることがなくて、スケボーやるかダンスやるか格闘技やるかですごい悩んで、一旦全部始めてみて格闘技が一番面白かったんで始めました。大学時代とともにアマチュア時代で勝利を重ね、2014年クラッシュ初参戦、2度のダウンを奪い鮮やかな KO 勝利。その後もクラッシュで戦い、対戦相手は熱き思いを持つ男、山本直樹。
やっぱり山本選手は昔から見てたんで、やっぱり気持ちも強い選手だったね。テッテラッテッテラッテッテラッテラッテラッテッテラッテッテラッテラッテッテラッテッテラッテ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 ラッテッテッテラッテ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 ッ大好きな K1 選手。今回はマハムード・サッタリ選手について紹介します。第2代クラッシュクルーザー級王者、無差別級の王者です。強烈なフックやパンチで倒しております。すごいですよね。20戦20勝、無敗、12KO、 イランです。私がサッタリ選手が好きになったきっかけは、ケイジ選手とサッタリ選手の煽り映像です。サッタリチャンネル登録してます。いつも見てます。嬉しい。ありがとう。今日はね、写真を用意したから。はい。でもまた写真も用意してくれたの。そう。ありがとう。その写真の選手の名前を言ってください。はい。よ。はい。でん。アンフォルキア。すごい。写真欲しいな。黒田ドーマ。すごい。じゃん。あ、わかった。ブラックドラゴン。ブブ。ジョーダン・ピケロ。正解。すごい。ダン。伊藤健人でしょ。正解です。ダン。ロエル・マナート。正解。